こんにちは、アポロさながらです。1989年ですか。まあ横綱とアメリカ行ったり、まあいろいろありましたけども、本当はものすごく大きなものが動いてた年なんですね。それはその当時は私は知りませんでした。もちろん後で皆様もね、知ることになるんですけどもね。そうこうしているうちに年が明けてね、まあ横綱のデビュー戦ですか、そういうのはまあ近づいてきたんですね。90年の2月10日、まあ私の36歳の誕生日ですよ。私はその当時にはもう新日本プロレス、それからアームズが主導権を取ってまして、横綱ともそんなに練習した記憶はありません。それで自分が一番注目してたのは登場シーンなんですね。最初のね、あれだけのね、知名度のある方ですからね、この最初の登場シーンっていうのはものすごく大事じゃないかと自分は感じてましたね。それでっていう感じに自分の目には映ったわけですよね。モハメド・アリー、マイク・タイソン、世界のスーパースターが登場シーンには必ず、まあ皆さんが大注目するわけですよね。華麗なアリー、それから素材が素晴らしいマイク・タイソン。横綱の場合は私はやっぱりマイク・タイソンの方が似合ってたんじゃないかなと、華やかさはあまりいらないっていう感じに感じていましたので、まあ少しという感じだったですね。それでも3月になってね、だんだんそのまあ新日本プロレスからはね、まあよかったら来ないかという誘いをまあ受けてたんですね。それでも自分としてはそのなんとなくっていうその部分がね、ものすごく気になったんですよね。ですから踏み出せなかったんですけども、まあもうなんていうかな、得体の知れないものよりも今そこにあるね、誘っていただいている新日本プロレスだということで、新日本プロレスに入ることを決断しました。あとでそれがまあメガネスーパーワールドね、SWS だってことはすぐ分かったんですけども、まあすごかったですね、あの報道の金つぶりはね。金でプロスを買うのかとかね、自分としてはそれのどこがいけないのっていう感じを持ってましたね。プロは所詮やはり気持ちでも動きますけどね、やっぱりお金で動きますよ。倍ぐらいだったら分かんないけど、3倍も4倍も出されてオファーされてね、それを断る勇気のある選手なんてそうはいないと思いますよ、ね。そうこうしてるうちに、まあ、新日本に、まあ、お世話になったんですけども、新日本プロレスっていうのはね、いい団体ですよ。選手をね、非常によく扱ってくれますね。まあ他の団体がダメだって言ってるわけじゃないんですけどね、とにかくなんていうかな、一人の選手をこううまくこう育て上げるために、つまり名前を作るためですね、そういう時に周りがみんなでサポートしてやるような感じを自分は受けてたんですよ。ですから次々にこうなんていうかな、話題が触れるわけですよね。他ではなかなかそれはできてなかったと思ってます。それに道場にも毎日通ったわけじゃないんですけども、道場に行ってね、美味しいちゃんこをいただいたことにはやっぱり感激してますよ。そしてね、あの事件なんですね。十和田ですか、会場に向かう途中のあのバス、まあ会場に行くバスなんですけどもね、そこにまあ乗ってたら横綱が乗ってきたんですよね。
そうしましたら長州さんが、荷物は、まあカバンはっていうことですよね。横綱が、今日は挨拶だけだから、でまあ返答したら、長州さんが、挨拶だけって言ったって練習しなきゃダメだなんか、練習がないんだったら降りろという感じだったですよね。そこで横綱がね、まあ本当に言わなくてもいいような一言をね発したわけですよね。そこでまあ長州さんも何っていう形ですよね。当時の長州さんは現場の責任者ですからね、当然の声だと思ってますよ。それでまあ睨み合って、自分と越永さんと高橋さんが押さえつけたんですけども、まあ正直言って横綱がその押さえつけを振りほどいてねやろうと思えば自分らは吹っ飛ばされてますよ。それでホテルに一応連れて帰ってね、まあなだめながらね話したんですけども、八本さんが来てね、佐野さん、長州さんがもうバス出すからって言ってるよって言うから、分かりましたと言って、とにかく横綱にはね電話して、アームズに電話してね、先のことをちょっと話し合ってくれということを残してね、自分はまあ会場に向かったわけなんですよね。それから横綱に会うことはメガネスーパーで一緒になるまでなかったですね。当然自分に対する雲行きもね、なんとなく怪しくなってきたことは分かってましたね。一番まあ決定的だったのは、千葉公園体育館でやった時に、興行の時ですね、私も千葉ですから、まあそれなりにチケットはね、まあ売り歩いたわけなんですよね。しかし試合は組まれませんでした。切符を買った社長さんからはね、何人も言ったんですけども、アバロどうしたんだよ、体でも悪いのか。は自分は首を振りましたね。そんなことじゃないって腹の中ではね、ああこうやって顔を潰すんだ思ってましたよ。はっきり言って一気にね、新日本プロレスに対してね冷え切りましたね。全くっていう感じですよ。それでも後日ね、やっぱり坂口さんに挨拶に来ましてね、本当にいろいろね誘っていただいてね、まあ気にかけていただいたんですけども、こういうことになってね、全く申し訳ないとお詫びしました。それと賠償さんからはね、そのまあ対談に関してね、まあやっぱり書類的にこうだろうということで、まあ大体察してたんじゃないかなと思ってますけどね、メガネ行くことをね。それでも気を使っていただいたってことは感謝してます。まあ新日本プロレスに行ったことで何もいいことじゃなかったのかなって考えたんですけども、90年新日本の時にですね、まあ今の嫁と知り合ったんですね。熊本の水前寺の体育館ですよ。まあ蒸し暑くてね、それでまあかっこいい彼女がいたのでね、自分も後ろからね、うちわで仰ぎながらね、暑いねって声かけたらしいんですよ。自分はあんまり記憶ないんですけどね。そうしましたら、はいっていう感じで振り返ってね、本当に暑かったですね。それで次の日に空港に行って、そしたらまた来てくれたんですよね。そこでまあ電話番号をね交換し合って、まあ30年、もう31年ですね、31年前なんですけども、まあ、そういうことがありました。それでこういう YouTube もね、
始めるにあたってね、彼女がいなかったら、妻がいなかったらできていません。感謝してるんですよ、本当に。一つだけ質問があったんですよね。こういう質問です。菅原さんが、まあメガネを含めてね、4つの団体でどれが一番良かったんですか。私の場合は間違いなく国際プロレスです。それはそれぞれ良かったんですよ、みんなね。でも大人の感覚っていうかな、プロレスに対してね、精神はすごかったと思っています。次回はね、そうですね、やはりメガネの話をしなきゃいけないでしょうね。とにかくアポロ菅原チャンネル登録よろしくお願いします。